はい、モイチモイチ。あ、もしもし。あ、モイチモイチ。あ、はじめモイって <laughs> どうもこんばんは。こんばんは。んはえ、お若いっすか。おいくつですか。え、二十七歳です。二十七歳。二十七歳で人生積んだんですか。ってことは。積んでます。何が積んでるんですか。え、なんか。はい。はい 私、働いたことがなくて。うん、なんか急に声小さくなったらどうした <laughs> 働いたことがなくて。働いたことがない。え、ど,どうやって生きてきたの今まで。いや。あれが不思議なんですよね。<laughs> いや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 不思議なんですよね、じゃねえわ、お前。どうやって生きてきた今 <laughs> よ。実家暮らしってこと <laughs> え、違います。え、じゃど、マジでどうやって生きてきたパパカチュウいや。え、違います。あの、じゃあ何かチーマンションに住んでます。だからな、なっちう何カチュウだあ、やば。 あの親活です。親活って何。え、親を。ん親活。あ、親がお金持ちなの?。実家が。あ、そういうわけじゃないです。じゃ、何、何だよ。でも、親から支援を受けて、生きてきたんですけど。今まで。うえ、お、え、今家賃いくらんところ住んでるの?。今は多分、十六。 ハイパーパラサイトじゃねえかお前ほんで生活費はどうしてんねん生活費って何ですか生活費ってご飯食事とかは食べあのそれはまた親からもらってるはいだから月じゃあ家賃含めて親からいくらぐらい支援してもらってんの毎月えんか私食う あの口座に入れてもらってないんですよ。うん、あ,あ直接手渡しでね。<laughs> はいだだ。ざっくりといくらぐらいな家賃は含めないで、うん、まあ、三十とかおお、じゃ家賃含めて、じゃ五十、<40? S 1> 50ちょい,ぐらいまあまあ、それくらいですね。つぼちゃん電気はごめんなさい、すみません,、うん。じゃあ月50もらって、じゃあ結構稼いでるやん、親。あ まあ、親は稼いでるかもしれないんですけど、私が稼いでなくて。うん、いやそれ聞いたよ。それは分かってるよ。<laughs> え、でも、なえ、何ど、ど、なんで別にそれで生きていけるんだったら別によくねいや、勝ち組や。か <laughs> いや、勝ち組じゃないんですよ。働きたくて、それでなんか、<あ>いろいろ、なんかバイト、うん、ある、パートか、パートの。うんうん パートに応募した応募して、結構何、何件か。でもなんか、全落ちして。なんでこれサムネ人間だよねこれね。あ私です。ちょっと見てみよう。ああ、はい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 。私、そう、そう、そうです。全落ちして。優雅な生活を送ってそうな感じだわ。 <laughs> それはないけど、うん、でもなんか全落ちしてなんか「うん、えっ、うんなら受かるんだろう」みたいな,なんかなんなら、うん、っていうか何何何ができるんだろうみたいなうん、うん、えじゃあもう起業しちゃったらああ、うん、起業話は早くねその方がうん <laughs> <laughs> ゴリラえなゴリラ飼ってる <laughs> え高音のゴリラ飼ってんの <laughs> 声高めのゴリラ。うん、よっか。うん、えでもでも別に正直親から働けとか言われてんのえなんか親から、うんうん、いや一回親の会社で働かせてもらったことがあったんですよ。でもなんか30分で返されてやっぱ私って働けなんか <laughs> 役に立たないんだなと思って。 役立たない、ね、30分で返されたんだね。はいだとしたらでそれで親からなんだろう働けって言われてないんでしょはい何か働かなくてもいいんじゃないって言われ母親にはそう言われう言うでも母親にはそう言われていて、うん、父親からはなんかちょっとくらい社会に手つ なんか足突っ込んだ方がいいんじゃないみたいな。でもさ、それ、お、お袋の方は話はわかるけどさ、親父の方さ、それクソじゃねって思うんだけど俺。だっててめえの会社でさ、てめえのガキがさ、てめえの会社でさ、30分しかさ、言葉悪くてごめんね。大丈夫です。いや、だっててめえの会社でさ、30分で返すぐらいさ、マジクソ無能なクソガキなわけでしょ。<laughs> <laughs> でしょそれをさ何かさ、はい、外外にさ出させてさんでそれで働けっていうのはさ、はい、マジでクソじゃないそれそだっててめんとこの会社でてめんとこのガキすら扱えねえぐらいのレベルとでしょそうなんか、ね、もう今日は終わりにしようって言われて それを人に任せんのは話やわけ違うよね。だってね、てめえさんざん甘やかしといてさ、<laughs> で、<う>毎月ね、そう,そう、50万払っといてさ、ねえ、ンで、働けない体にしてしまってさ。そう、それで、ね<え>なんか、20、今27なんですけど、なんか、うん、この歳だからわからないのか、うん、なんか、私が、うん、なんか、私のなんか、うん なんていうんですかね。うん、そういう、学がない、学がないからというか。お、学がないから。<laughs> わからないのかなって思う。て <laughs> か、いろいろ、なんか面接行ったところにも、なんか私、腹立って、腹立ってってい、うんうん、まあ、それ言い方悪いんですけど、うんうん、なんか、うん、なんで落としたんですかって。 っていう電話をしたことあって、うん、<laughs> <laughs> そしたら「それは答えできません」って言われてでも職歴のところは、うん、やっぱ親の会社で働いてたこ,、うん、ことた嘘を書いてしまってうん、うん、はいそれでも分からないってなんか。うん どこに何があるんだろう。多分あれじゃない？履歴書につけてる写真がなんかもうあの下怪怪犬でやったんじゃない？感じ <laughs> で怪犬で写真を履歴書に貼つけたんだろう多分。いやちゃんとした、うん、ちゃんと撮ってます。あの背景ディズニーランドみたいな。<laughs> いやじゃあ違う。でしょ？<laughs> ちゃんとあの、うん、なんか箱みたいなのに入ってあ箱に入ったんだ。<laughs> あのちっこい箱みたいなやつね。 そうそう私なんでこんなとこ入らなきゃいけないんだと思いながらね <laughs> いやでもえ彼氏いるのえいますいますあいるんだえそれで結婚するのゆくゆくはいやしないと思いますあしないんかいなんで <laughs>、はい、いやうんだから 7, 7で生きてきたんでうんあ何どんぐらい付き合ってんの今七年ああ長いねへええだからなんかもう、うん、彼氏43ぐらい いやいや、一個上で。まあ、一個上で。まあ、働かなくていいんじゃないえっ。でも、なんか、彼氏は、なんか、パートうん。しろみたいに言ってるんだ。やってきて、まあ、でも、それ、まあ、でも、なんか、荒波にもまれたい。あ、もまれたいじゃなくて、もまれろみたいな。いや、まあ。 無理でしょう。三十秒くらいでやめるでしょう <laughs>。<laughs> え、そう、働きたいんですよ、ね。え、でも彼氏も、か、結構金持ってるんでしょでも。いや、な、全く、私の方がお金持ってます、うん。あ、マジで。はい。雑魚じゃん。<笑><笑>まあ、じゃあ。そいつとは早めに別れて。はい、なんか、金持ってる、なんか。なんか、こう、港区で飲み会してさ。 お金持ってる人と結婚しちゃえば。いや,い,やいや、結婚願望はないんですけど。うん、あ、ないのな。願望ないというか。え、うん、ちなみに車何に乗ってんの。あ、車、あ、免許。うん。落ちてるんで。免許に落ちている。3回3はい、三回落ちてます。で、諦めて。はい。最終的に。<laughs> はい、うん。まあ、でも、正直、俺。 働く必要別になくねっていう<あ>、うん、でもなんか私友達がいなくてああまあそうだろうね感覚がみんなずれちゃうだろうからあ、うん、いやそういうわけではなくなんか、うん、多分、うん、なんかまあ7年大学辞めてからあ辞めたの大学もあ、辞めました <laughs> <laughs> ね、<な>何歳の時に <laughs> えあの大学三年四年生の始まりくらいでやめておうん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 こんな本ねそうやめましたうん。なんでやめちゃった <laughs> えその彼氏今の彼氏の元彼、うん、元カノか、うん、元カノにちょっと誹謗中傷されて、うんうん、え怖っと思ってやめた <laughs> どういうこと ですよちなみに大学は何大学なのあそこはちょっとエフランなんでああフランなんでエフランですああなるほどね、うん、まあまあそうかうんいやでも別に俺働く必要ないと思うけどねいやその環境があるんだったらえ多分みんなだってさその環境がないからみんな働いてるだけの話であって。 その働かなくていい環境があれば別にみんな多分働かないんじゃないわざわざ。えでも、うん、親っていつか死ぬじゃないですかでも遺産あるだろうよ。いや、うん、ない、なんか、うん、ないよって言われて遺産が残さん、ないで、うん、なんか生きてくみたいな言われて、親に。ああ、なるほどねえ。でも、それもでもさ、無責任よね。 だからか親父クソなんじゃないマ, <laughs> えマジでちょっと、うんうん、なんかそういう感じのやつなのおやじクソなよ <laughs> クソっていうかまあ、うん、ちょっと、うん、だってさねてめえんとこの会社で働かせて30分で返すようなさ、うん、状態でさそれでさお前外出て働けってよそこの責任しょわなきゃいけないのてめえだろうがよって話でさうん,んでそれでなんだ、うん、あのそうやって買い殺しといてさ あの働けない子にしといてさ育てといてさほんでそれで残すつもりはないってむちゃくちゃじゃない言ってることそうねえうんと思うけどねでん普通にで妹もいるんですけどうん、うん、妹も妹でクソなんで、うん、<laughs> <laughs> 妹はどうクソなのえなんか <laughs> もうなんかなんか半 <laughs> グレーみたいな <laughs> <laughs> なんか。 ハングレーのおじさんなんかハングレおじさんみたいな人と付き合っててえっ <laughs> ちょっと <laughs> それでなんか<う>ハングレおじさんに騙されながら付き合って、うん、いや私も2年くらい会ってないんですけど妹ともともと仲良かったんですけどハングレおじさんと付き合い始めてからうもう会わなくなって妹な何何歳なの ?25 歳 でなんかもうほんと給付金詐欺みたいな時あったじゃないですかあれはなんか私にも誘われて私も誘われて <laughs> 私無職なのに <laughs> なんかなんかすごいんて言うんだろうなんか,、うん、なんかお金が入るからうん、うん、これ申請した方がいいよ書類ちょっと面倒くさいけど何、うん、かみたいなうんあのー、って言われてうん、うん、<laughs> ああダメだ変わった でってってってはっっっ思も終わないんですけど、うん、まあでもどうえむで妹の方にも支援してるって感じ親はしてないですああ妹はじゃあなんか自分で働いてんの働いてるというよりは多分その、うん、給付金詐欺やってるとハングレ小僧のなんかでしたみたいな <laughs> 感じで多分今もやってると思うんですけど <laughs> そうなん、ね、そうなんですよ、ね まあ、じゃあん、ねうん。まあ、そうね。まあ、働けないのはお前のせいじゃねえ。<laughs> もうん。だから心配すんねん。親父のせいで、確実に。え<っ>、うん。なんか、結構毎日、なんかバ、うん、バイトの、バイトとかある、うん、なんかそういうの、うん、ちょっと見てるんですけど、うん、見て、応募したりと、うん,うん、め面接行ったりとか。 ね、でもほ、ほ当全落ちっちで、おうおうで、なんか、ちょっと心折れるじゃないですか、そこまで来ると。はいはい。いね、で、なんか、<う>これから一人になった時にどうして生きていけば、うん、今はもう本当になんかもう、うん、部屋のそ。そしたらだから、給付金詐欺に参加すればいい。<laughs> <laughs> <laughs> 一緒に、まあううん、一緒に給付金詐欺を、あの、それはちょっと関、うん、わりたくないんで、<laughs> そういう、なんかちょっと、あれは、うんうん。だからまあ、うん、親父から今のうちに、なんかちょっと多めに、あのー、親父から金せびっといて、それ貯金に回しときゃいいじゃん。えー、でもなんか私最、<お>最初に言うの忘れたんですけど、うん、なんか、あの、あれしたんですよ。何あの、 断ち切ったんですよ誰とそういうあ親のもういらないって言い切っちゃって、うんうん、じゃあ家賃どうすんねん16万毎月かかるやつえでもそれは自分の貯金で今切り崩してる自分の貯金はお前働いてねえのになんで貯金があんねんあ貯金というかなんかその単収単数預金みたいなそれが何であるね働いてねえのもともとその両親からもらって 売ったりとか。あ、売ったりね。それが貯金はいくらあんのよ、今。で、今、結構。結構でもない。じゃあ、いくらよ。500万からい500万 ?500 万だとしても。お前、クソイージーゲームじゃねえか、お前の人生。違います、違います。何この500万があるとして。 だけどなんかマンションに住んでて<う>や賃払ったりうん、うん、なければならないでもまあね1年で200万ってことは2年はいけるじゃん、うん、そのまま 2> まあ 2,、ね、2年後、うん、2> なんかちょっと自分で何か貯めときたくて、うん、お金をなんだろうねじゃ どうしようね。うん、えなんか、うん、なんで面接で落とされるのかがわからない。<laughs> それはお前が無能だからでしょ。<laughs> <laughs> いや他に理由はないでしょうよ。え、うん、なんか履歴書ってあるじゃないですか。うんうんうん、あるね。うんあれに大学中退とか,書かない方がいいんですかね。うんうん、まあそうね大学にわざわざあのー、なんだろうね。 いちいちこう連絡はしないと思うからうん、うん、そうっていう感じかな<ー>うんうんか何が悪い卒業っていうことにしちゃってあとはもうああ<ー>ねあとは親父の会社で働いてたっていうことにしちゃうじゃんああそれだったらでったうんであと <laughs> 履歴書の写真を変えないことね <laughs> <laughs> 履歴書の写真をちゃんと箱で撮ってます履歴書の写真をち,ょっとちゃんと撮るっていうめちゃくちゃ撮ってますよもうん、私もあと薄毛を目にした方がいいかな <laughs> 濃い目じゃなくて薄めに <laughs> ああ<ー>うんそうそうそうだからへえ写真を使わないことだね <laughs> だからうん <laughs> 分かった <laughs> でもう卒業っていうことにして <laughs> うん、で、えー、と会社はもう親父の会社を書いておく、うんうん、であとなんだろうあとなんだろうな、うん、入社決まったら卒業証書提出するいやそんなことないよ <laughs> そんなことないよだって俺俺あれだもんなんだっけえー、ととある大きな出版社に入った時俺そんなんなかったもんうんそんなんなんなかった俺。 うん、全部が全部そうじゃないよ。うん、だから、うん、そうね、うん、どうしようかね <laughs> どうしようかね、うん、あ、まあそう上場企業とかじゃなければ別に問題ないんじゃない<え>だから。い、うん、なんか そうだかほんとアルバイトでいいんですよアルバイトでじゃあなんかちょっと家からちょっと遠いなんかおしゃれなカフェとかで始めたらああ<ー>うんまずはうんなんかまあそういう感じです、うん、<laughs> そういう感じって家から近いとだってよく行くでしょ <laughs> はい行けますも、ねうん、行っちゃうでしょだから そうすると <laughs> そういいところじゃないなんか家からちょっと若干遠いでも割とここで働いてるの私なんか意外とそんな自分好きかもっていうところで始めたらああ家、うん、私家からなだか,か私なんかちょっと変な癖が、うん、癖というかうん、うん、なんか<う>例えば働きたいところがあるとするじゃないですか。うんうん そういうところにかスタミナ行っちゃうんですよね。行きゃいいや。行った方がよくない私、今までなんかその応募したところが、か皮膚科とか歯医者とか。なんで、別に。なんで、医療事務持ってんのいや、持ってないです。持ってねえから落とされてんじゃねえ、じゃあ。バカなのえバカか、おめは。じゃ受付とかだったいや、医療事務必要なんだって。あ、そうなんですか。 まあまああったほうが大体そういうところは、まあ、そうあの医療事務の免許とか持ってる人が多分そこ<あ>そうそうそう応募してるから<あ>そっちの医療事務の方を優先的に通るでしょうよ。ああうん、だからまあ初手クソだったってことだよ <laughs> れで <laughs> まず探し方もクソだったっていう。 あの社会を知らなすぎていたっていうことだね。でそうなんですよ、ねうん、その後も行っちゃったりしてるんで。あ皮膚科になんか落とされたところになんかあ、うん、えて行くみたいな。何しになんか「えなんかなんで落としたのかな、うん、この人」みたいなんか。それお前が虫からだよ私が。私が行ったらなんか気づくかなーみたいな。うん <laughs> うん、なるほどね根本の性格もあまり良くないってことね <laughs> おいなあお前何出身地地獄 <laughs>、ね、地元地獄な、ね、<laughs> 地獄の3丁目、ね、お前マジで何エ閻マ様の親戚かなんかかお前 <laughs> なあそういうとこあるんですよねかうん それはやめたいい、ね、まあやめた方がよくは、ね、別にいいわけじゃないけど、うん、でも下見は下見はいいですよね、うん、まあ下見はいいと思うけど、うん、で医療関係は無理だね <laughs> <laughs> ウフ,フフフじゃねえし、うん、そうですねちょっと学びましたいや地獄の4丁目じゃないね4丁目よりも一歩手前のちょっと近場にいるっていうことだよなそういうことだよな 地獄の門に一歩近いってことだよな、ね、4丁目なうん <laughs> なあそういうことやんなまあだから <laughs> まあ働かなくていいんじゃないうん一番は、うん、<laughs> でも、うん、でもなんかやっ,ぱやっぱ友達が欲しくてうん、うん なんか社会に出ちゃいけない気すらするから。ああ、なんかそれは、か,からも言われて,て。うんお前は社会に放たれちゃいけないから。なんか迷惑をかけ、おかけしてしまうから、なんか社会に出ないほうがいい。うん、そうあなたはそのままで行ってくださいみたいな、母親から言われて<う> <laughs>、確実に雇っちゃった。 人事が無能でやお前を雇っちゃった会社確実に不幸になるからね <laughs> <laughs> だからまあ俺の願望として働かないでほしいえでも家にいてもなんか何もなんか、うん、も本当にずっと家で座ってる生活なんですよ <laughs> え修行僧なんえ <laughs> だからそれでなんか最近 <laughs>、うん、なんか プーさんの配信見たり、あ、うん、ありがとう。うん、そういうあの趣味が見つかして、うん、うん、な毎日見てくれてるの？はい <laughs> 見てます毎日っか。ああマ過去は過,過去あさって。あ,ありがとうマジいい子だわ。<laughs> めちゃくちゃ見てる。すごいいい子やんそれは。うん、<laughs> いやまあでも働かなくてガチでいいと思うけどね。<laughs> うん、えでもうそしたらなんか、うん、なんかやばくないですか？ ああだから俺の動画見てくれてるってことや,やばくないですかって言い出したら、<laughs> やばいのはもうとっくに前から始まってるやん。多分10年ぐらい前からやばいでしょ <laughs> そう、もう。今更じゃなくねそう、生まれつきやばいと思うんですけど。うん、なんか、なんかそう。え、ね、酒強いのお酒は強いで。うん。え、でもなんか、お酒のお店とか良さそうだけどね。ああ<ー>。うん。 そのラフさというかさななんか<あ>、うんかかこうバチバチにもうなんか奥プレーヤーになるとかっていうところだったらちょっとダメよだしそこには絶対勝てないからあだからなんか私、うん、なんか一回キャバクラでバイトしようと思った時に何、うん、かブス「ブサイクがたくさんいるお店紹介してください」って言ったことがあって。<laughs> いや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 まあだかられでもそういうことですよねまあガールズバーとかから始めたらああ違う違う違うあそういうことってそういうこといや違う,違うブサイクのところでっていうんじゃなくてあのやっぱり奥プレーヤー取る人たちのキャバクラとかってあのマジで何かにすげえ秀でた人たちがいっぱいいるから。 例えば、うん、ブスでも奥取ってる人いるからね。うん、うん。そう。で、社会経験がない以上、なんか多分、<laughs> 多分おそらくその人たちに立ち打ちできないような気がするから。知識というか、それが、学<う>がないんで。そうそうそう。だから、なんかね、お客さんがじゃあなん,なんじゃかんじゃの話してきても、それ何ですかしか言えねえやん。 笑ってごまかそうかなみたいなでもでもマジでそうハンドメイドとかでもいいと思うけどね別にハンドメイドうんなんかアクセサリーを作るとかさあ,<ー>あのネイルのチップを作るとかさあお家でで内職みたいなそう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 で今ネットあるから店持たなくてもさ売れるじゃんまあ SEO 対策は必要だけどね SEO? SEO っていうのはあのネットで検索かけたときに引っかかりやすいのにはどうやってやるかっていう対策ねああ<ー>、うん、はいはいそうそう簡単に言うとねうんそうっていうこと <laughs> うんいやちなみにこの子はブスじゃないのようんそうこの子はブスじゃないアイコン見る限りうん アプンさんに私は送りました、あの。え何あの、別の、うん、あの、なんか、サムネのやつを送マジちょっと待って、名前探すわ。え、はい、このアカウントだよね。はい。うーん。<laughs> はい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 。ああはい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 。あの、パイを使いでの姉ちゃんえ、ね、なんかそう、うん、そこの、そう、その時の、なんかツイキャスで送れなくて。うん、うんうんうん。 次の日に送ったんですけどあ,あパイを使い例のチャンネルだよ <laughs>、うん、えちなみにこれはえちょっと待って言わないで F? いやいやいやえ D? はいあ D か、うん、<laughs> ごめんなさいいや全然全然 <laughs> いや別にがっかりしたっていうリアクションじゃなくて <laughs> 俺が外しちゃったなっていうリアクションだから今の、うん、はい。 っていうね <laughs> 最近あの俺もね4年半ぐらいね女性と触れ,触れ合ってないから最近おっぱいスカウターがねちょっと誤差が出てる俺最近。<laughs> ごめんね。うん、<laughs> まあそうねまあだからなんかそうなんかこう接客業ってさこう、はい、いろいろこういろんな仕事の基礎が詰まってんのよ。 はいはい、だからそこで自分試してみたら,らさっき言ったカフェみたいな感じとかさ<ー>そういうところ、はい、うんそういうところで探してみたらまずはでそこでちょっと働いてみて、はい、あこれあかんなって思ったら <laughs> もう働かないっていうえっ、うん、なんか行かなくなって。うん 飛ぶって言うんですかね、うん、飛んでいいんですかねいいわけないでしょ。あ、ダメだ。ダメだ、これは。なんでいいわけがあるんだよ。だから、<laughs> だからもう、もうその時点で、<ん>もうだからお前は働いちゃダメなんだって。<laughs> それ聞かなきゃわからん時点で働いちゃダメだって。お前は。どうしたらいいんですかいやもうだからネット配信とか始めろよ、<laughs> もうじゃあ。いや、 それ始めたんですようんどうだった見逃しんではなくなんかチャットレディみたいなあチャットレディは脱ぐやつでしょあ脱がなくてなんかおじさんと通話して私オフにして「でこれどういうシステムですか?」って言ったらなんか4000くらいなんか入ってきてなんかあれこれ何みたいなちょろいやじゃそれで働いたらええやん チャットレディー <laughs> いやでも、うん、そうなんですよんかこうんか悪いことして,言ってしまったなおじさんにみたいな <laughs> いやもうおじさんを騙して生きていこうじゃだからお前の妹は <laughs> あのー、政府を騙して <laughs> 行政と政府を騙してお前はおじさんを騙して生きていけばいいやそれでしょ <laughs> 本当に親不孝な姉妹ですよね。いやいや、親不孝じゃないよ。だから、親がクソだって、だから。マジで。悪 <laughs>、うん、いが。悪いが一番は、親がクソ。本当に。だから、ある意味、<laughs> そのクソ親の被害者だよ、<laughs> お前は。マジで。だから、あの胸張って生きていいよ、うん。私は被害者だっつって。うん本当に。<laughs> あじゃあ、それで外歩きます。うん、そうすれば、ええ <laughs> だからもう完全に親のせいだもんどう考えても親ってからかだから母ちゃんはどうか知らないけど親父のせいだって確実にうんんかそうほんと何もできなくてうんそんな感じするんかもう週に1回今日も来てくれたんですけどパパがママが掃除に来てくれたの はいママが洗濯物とかはい洗濯物をしに来てくれるの週1回はいあじゃあババアもババアだなじゃあね <laughs>、うん、じゃあジジイとババアがクソだったってことだよだってそうなんですよね、うん、そうだからもうそうお前はもうあのジジイとババアの被害者うん <laughs> そうなんですよ、ね、うんもう親がクソ だからもう、それしわない。だから、もう、親に言えばいい。あの、死ん <laughs>、何も残さないとか言ってほざいてるけど、お前が働かせない、働けない私にしたんやろがい、カスがよっつっ。つ最後まで責任持て、お前。あの、<laughs> 死ぬ時にお前、10億は残して死ね、つって言え。そうですよね。うん。マジで。それしかない。で、彼氏とは早めに別れた方がいい。ですよね。うん。新しい金持ちの彼氏を見つけないと。え。 うん、金持ちではなくていいんですよね、なんか、いれば、男が。うん、まあ、だから、彼氏がまあだそうすると、最低条件としては、あのー、お前にもう、どはまりしてくれる男じゃないと無理だよ。え、かそれをどこで見つけるかって考えたときに、アルバイトだったんですよ。うん、いや、アルバイトなんか、だって、アルバイトやってる人なんか、収入低いで、お前。<laughs> お前月50万から月50万もらってるさ、何もせずに月50万の収入があるお前のその生活からさ、生活水準落とせないよバイトで働いてる、ねそう。そうなんですよ。生活制限が落とせない。でしょだから無理だって。だからそんなんじゃなくて、それこそなんか、あの、クラブ入り浸ってビップ行くしかないよね。まあ、そうあ、クラブ行ったことないんですよ。じゃあ、あの、六本木のフェリアとか前出すとか行けよ。 あのフラワーとか行けますか？ね、うん全然いける行ける行ける行ける。へえー。全然いけるって。そう。だからあのフェリアとか前出じゃないとダメだよ。あのあっちのフラワーフラワーはまあもうないか。あのああいうなんか変なよくわかんないちっこいあのカスみたいな箱だったら金持ってるやついないからね。だからフェリアとか前出すだよ。<laughs> 六本木行くんだったら。いや六本木ちょっと怖いですよね。いいや,いや知らんけどそれは。<laughs> ん知らんけどまあ小金持ちでいいんだったら横浜でいいしあ横浜、うん、横浜だ,だったらどこですか横浜でも横浜今ブリッジももうクソみたいな小僧しかいねえからな <laughs> 小僧うんだそうするともうキャバ嬢始めたらやっぱキャバクラって、うん、それでお金持ってる人をうるそうそうゲットするっていう,というか、うんうん、であの行くんだったら 六本木か。あのー。はい、銀座だよ。えーうん歌舞伎町は。おじさんお金持ちしかいないから。<あの> <laughs> 若いお金持ちがいるのは六本木。<ー>若いお金持ちと出会いたいんだったら、六本木だね。はい、うん。それがいい。ういうね、もう全部メモしました。<laughs> <laughs> 今のぐらいメモしないと覚えられない脳みそよ。やっぱりお前社会出ちゃダメだって。<笑><笑>マジで。そうなんですよ。本当に7年、うん、もうずっと脳使ってなかったからすぐ忘れちゃうんで、うん、だからメモちゃんとしました。もう脳みそにお前、蜘蛛の巣張り寄りやん。マジでよ。<laughs> そのメモなんて書いてあるのちなみに。ちょっと読んでみて。え ちょっといいですかうんいいよカフェ六本木うん企業、うん、ブリッジうんええええっうんあのうんメモがバカ <laughs> あ <laughs> メモがバカ一生何も思い出せないメモや マジで。ちなみに、あの、フェリア、<laughs> フェリアはもう閉店してるらしいわ。六本木のフェリア。<laughs> あ、本当ですかうん。あの、あそこ俺、結構嫌いじゃなかったんだけどね。あの、ボックス席で全席。閉店、えー、って書いときます。<laughs> <laughs> いや、かかんでええよ、もうそれは。それもかかんでええって。<laughs> マイダスもないって、もう。マイダスフェリアもうないって、あのビル。<laughs> もうないって。うん まあそうだねまあ働かない方法で考えつつどうしても働きたいんだったら、うん、なんかまああのー、渋谷のなんかこうちょっとこうおしゃれなバーとかねそういうとこに行ったらいいんじゃないそこで雇ってくださいっつってね表参道とかさ<な>あと代官山とかのさカフェ行けばいいや。 そしたらねあのー、フェラーリとかさあのー、ブガッティとか乗ってる、うん、車に乗ってる人がねあのーうん、お前にちょっと一目ぼれして、あのー、<laughs> 携帯の番号が書いてある紙を渡してくれるかもしれないよ。分 <laughs> か,、ねうん、かんないあるかもしれんや <laughs> それはそ。もうそこに書けるしかないよ。 ほんとそれでしか、うん、なんかもう人生選択がないというか、うん、そうもうチョイスがない <laughs> ノーチョイスだね、うん、<laughs> それかだからもう親父から月まあちょっともうちょっと多めにもらってそれをあの貯めていくかねあそうなんかそれ、うん、そうなんかその、うん、教習所詐欺もやったんですけど教習所詐欺教習所詐欺何それ 年に1に通うからお金をくださいって言ってま3040万、うん、4十万もらって1回でやめてで、うん、あとのお金返ってくるんですようん、うん、で取れなかったって言ってもう1回もらってみたいな <laughs> 妹と一緒やん <laughs> お前がもはや半グレやん <laughs> で,えでも実は父だからまあいいかなみたいな <laughs> もうそれするしかないよだからあの定期的に免許行こう 一人。そうですよね。で、それを。あの、なんか、あれだね。うん、もう、それでも、あの、貯金していこう、それを。将来のために、老後のためにね。うん。うそういうこと。そうしよう。年金のあれとかもあるじゃないですか。年金。年金。税金は払ってるんですけど。税金、何で払ってんの。あ、非課税。非課税じゃねえの、おめ。 いやなんか親が払ってるって聞いていかあじゃあ扶養ってことかなあそう親が扶養に入ってるから扶養に入ってるからってことねあ,あなるほどね、はい、うんだから税金が発生するのね非課税でもなるほどまあまあそういうなんかやつもあるから、うん、なんか大変だなと思いながらまあまあでも親が悪いんだからそれは問題ないなんか何かあっても 助かりますよあ最悪だってね最悪もうパパ勝つっていう手もあるしねああそれは、うん、はい、うん、<laughs> そうっていうだからあのー、もう親から毎月多めにもらってまあ年間200万ぐらい貯金できたらいいよね そしたら5年で一千万だからね。ああ<ー>。うん。でしょ確かに。ね年間200万貯金簡単でしょうよ。確かに簡単でしょ、ね。ほらね。そういうことよね。<laughs> まあ、<laughs> お前、だから人生イージーモードやね。マジで。<laughs> え、これなんか、働いてないのに。叩かれ、<laughs> 叩かれそうで怖いです。なんか、叩かれてそうで。いや、いや正直、叩いてるやつはもう嫉妬だよ。 嫉妬<や>その環境があるんだったらだって多分みんなそうだと思うよ、うん、だってね働かずして月に100万働0 0万貯金できるぐらいの環境があるんだったらだったらみんな働かないでしょっていうあ<ー>、うん、それをなんかあのー、お前に対して文句言ってるやつはもうそれ嫉妬でしかないからそう捉えたらいいんですね、うん、人生そう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 ,そう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  っていう、ねうんだから全然だから俺は本当にお前は被害者だと思ってるよ本当ですよねうんそうそうそう本当ですよねというか、うん、そうそうマジで被害者被害者お前はだからこんなバカにしてしまったのはお前の親のせいだよ <laughs> <laughs> 本当ですよねか <laughs> <laughs> そうそうどうして何かいか分からないそうだったらもう,もうちょっと楽しく生きてた方がいいやでしょ 明日からなんかすごい胸張って外に出るそう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 私のせいじゃないしっていう働いてないの私のせいじゃないしスタンスでいけばいいマジマジマジありがとうございますすいませんなんだかだから毎日あの元気に過ごせばいいよ笑顔でそうその方がいいじゃんあとすいませんもう一個いいですか何何 が質問が、うん、質問というか、あれがあるんですけど、うん、なんか私、うん、なんか例えば、うん、なんか男の人と食事に行くってなった時に、うん、絶対私が払ってしまうんですよ。うん、なんかその癖を、それをしてたら、うん、なんかそれが、うん、なんて言うんですか。なんか、 上、うん、なんか上州派、上州的になってしまって、うん。そうそう、だからお前金だけでの女だと思われちゃうよ、それ。そう、そうなんですよ。うん、だって今かか、今の彼氏ともそうなのうまあ、外食行く時きはで、かわいそうって思ってしまうんですよね。ね、うん、<laughs> ね、何、ね、な,なんですか最強だなと思って。お前最強だなと思って。<laughs> ねね、かそうだったら、なんか、足払うよ。 <laughs> ていか払うっていうかなんかもうそれもペットやん,んで, <laughs> でもそうなんですよねかわ、うん、いそうと思って、うん、しまうから、うん、なんか、うん、みんなひもみたいになってしまうんですよ、うん、だからそういうことするからいけないね <laughs> だからなんか自分が払うとか言うまで待ってるか、うん、それかまあそうねうんあのー、まあ割り勘にしようっていうか え割り勘だっからだからそれそれを直さなきゃいけないんだからだって自分直したいんでしょだってそうなんか、うん、どうしたらなんか私が払わなくて、うん、なんかおごってもらえる女になれるのかなーってだから付き合ってる男のレベルが低いからでしょ、うん、<laughs> 確かにそう単純にそう,そう,そうあんですよね,ね だからなんだろう結局あの俺いつも言うんだけど、うん、えっと、うん、ま自分の周りにいる人間って自分の鏡だから、うん、そうだからお前がクズだからお前の周りにもクズの男しかいねえっていう話でしかないやんうんそれやなうん、うん、っていうことだから、うん、単純にそう程度の低い男しか周りに寄ってこねえからだから <laughs> あのー、お前に怒られてだって1個上って言ってたでしょだって確かあし。はい、ねえ 個上で年下の女の子に飯毎回ね外食行くたびに出されてそれで平気な男ってことでしょ28にもなってそうなんですね,ね <laughs> だからそれが彼氏だよ今のなんか本当に<あ>なんかか、うん、働いててもやっぱり28とかって、うん、まあもらえる種 何て言うのだからうん,、うん、なんかかわいそうだなと思ってなんかタバコカートンで買っておいたりとか、うん、なんかそういうことしちゃうんですよ、ねうん、なんかテレビ買ってあげたりとか、うん、もうだからそれこそマジでお前もうちょっとあとじゃあ10年経ってさそれやってたらさ、うん、ママ活だぜ <laughs> でなっそうなりますよね。そう、だから今のうちに直さないと、だって、それこそただのママになっちゃうよ。う。で、なんか本当、なんか Twitter とかでも知らない人に、Twitter とか X とかてかツイッターでも知らない人に、なんか困ってる人いたら、なんかまっく知らないのに、なんかお金あげたりしちゃう癖があって。俺に金くれじゃお毎月俺に50万よこせよ。ななんか本当になんか。 なんか、うん、こういう、うん、でそれでなんかその人が幸せになってくれたら <laughs>、うん、あ,あ私も幸せなんかよかったって思うんですけど、うん、なんかそういう人がなんか協定とかやってると、うん、あなんか振り込む、うん、振り込み先間違えたわって思っちゃうんですよね。うだからなぜかっつったらそれを判別するだけの社会経験ないから <laughs> だから <laughs> あの判別できんわけやんか <laughs> うんねっ <laughs> そんな話 <laughs> うんだからだからでもどうどうなりたいのまっとうになりたいのえまっとうになりたいですよ本当にまっとうになりたいのはいまあな,だなりたいんだったらあのそういうの一切やめないとそうですよ、ね、うん <laughs> でもうバイト始めないと <laughs> バイトからでもいいからそうでバイト <laughs> で あの飛んでもいいですいいいいんですかねって聞かないようにやらないと <laughs> <laughs> ね、うん、そうアルバイト、うん、じゃあまずアルバイトに受かったらちょっと報告しますそうだねうん待ってるわじゃあで毎日俺のあのアーカイブとかを聞いてあまともな大人の考え方っていうのはこういう考え方なんだなって学んでよえ私も、うん、はいも毎日聞いてるしなんか寝る前もうん、うん なんか、流しながら寝てるんですよ。<laughs> 俺の配信、俺の声で寝落ちしてるってことそうです。じゃあなんで今こうなんだよ、お前。<laughs> なあ。だから、教えてくれよ。一応なんか、うん、なんか、うん、なんか失礼に当たると悪いなと思って、うん、なんか紙とペンを用意して。いや、いいよ、別に。<laughs> 今日挑みました。<laughs> いいよ。うんなんうん。なんでその構えだけはさ、なんか一丁前な、お前。<laughs> <laughs> でな書いてるメモの内容なんだっけ <laughs> えーと「ブリッジ横浜代官山」でしょバカなのお前 <laughs> そんなメモ捨てちまえマジで、うん、<laughs> <laughs> <laughs> まあだから着替えだけはあるけど <laughs> まあいかんせんバカっていうねだから全体的に悪気は一切ないんだけどいかんせんバカっていうのがお前の欠点だね、うん、分かった そういうことだから、はい、だからあのー、バイトの面接いっぱいあのー、履歴書送ってじゃあ、分かった、はい、うん、そういうことなんで。頑張ります。うん、頑張ってね応援してるから。すみませんありがとうございますなは <laughs> い。おいじゃんね。ありがとうございました。はいははい、はいはい、失礼します。はい。 俺の相談史上一番バカかもしれない <laughs>、うん。俺の相談史上一番バカかもしれないね。でも一番バカだけど、一番悪気がないっていう <laughs>。 ずくずんずんずく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 ずんずんずく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 ずんずく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 ずんずんずんずく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 く」<music> <music>